はいどうも。今回はゲームでも人気のこの方。いや、誰？ファーさん。ファユエリーさん。違うよ、ルシファーさんだよ。翼の数が違うね。もともとは12枚だったんだよ。まあそれはさておき。ゲームではよくお目にかかるんだけど。そしてよく最強最強って言われるけど。一体どういう最強伝説が残ってるかとかは、あんまり知られてないと思うのね。そうだね。そもそも、ルシファーが人気キャラになるとか、欧米ではありえないかもね。ということで調べてみたよ。やっぱり聖書とかにバンバン出てくるのかな？それが意外にも、ルシファーっていう名前はほとんど出てこなかったよ。そうなのね。聖書だと、ルシファーの名は、ここにしか出てないみたいだよ。いや全然出てないし。この、明けの明星っていう言葉が、現代版の聖書だと英語でモーニングスターになってるんだけど、昔の、キングジェームズ版とかだと、そのまんまルシファーって書いてあるんだよ。へぇ、現代版になって変わってるのね。まあ、どっちがより正しいかは、いろいろ意見があるみたいだけどね。聖書って、全部言葉が統一されてるのかと思ってたけど、そうでもないのね。うむうむ。ただ、ここは明けの明星じゃなくルシファーって書いておかないと。黙示録20:26では、イエス・キリストが自分のことを明けの明星って言ってるので、なんだと、ってなっちゃうみたい。それじゃあイエス・キリストがルシファーって思われちゃいそうだね。うむうむ。で、ルシファーって名前は、どっから出てきたの？この部分なんだけど、もともとの、ヘブライ語の聖書では、ヘレルベンシャハルで。ヘレルベンシャレムに似てるね。うむうむ。カナン神話で、シャハルとシャレムは兄弟で、神の子らしい。で、それぞれ意味は、シャレムが黄昏、シャハルが黎明。日没と日の出か。で、カナン神話のシャハル、黎明の方が、ヘブライ語の聖書に出てきたってわけ。じゃあ何？ルシファーシャハル？うんにゃ。ヘレルは輝くって意味で、ベンシャハルが黎明の子。それじゃあどこにもルシファーがいないじゃない。これをヘブライ語からギリシャ語に翻訳するときに、夜明けの子で、輝きってことで、翻訳者の頭の中で、明けの明星と結びついたんだよ。それで、ギリシャ語だから、ギリシャ神話の明けの明星の神様の名前をここで使ったのさ。ヘオスポロスっていう神様ね。ギリシャ神話の神様の名前を、悪魔の名前に使っちゃったのか。で、ギリシャ神話のヘオスポロスは、ローマ神話ではルキフェルなのね。だから、ギリシャ語の聖書を、今度はラテン語に翻訳するとき、ヘオスポロスがルキフェルって訳されたんだね。で、ルキフェルを英語読みするとルシファーか。元はローマ神話の神様の名前だったのに。勝手に使われて、悪魔の名前にされたんじゃ、ルキフェルさんも困っちゃうね。だから、聖書でも、ルシファーっていう名前が使われてたんだけど、現代版聖書では、固有名としてのルキフェルより、元々の意味の方に注目して、明けの明星って翻訳してるみたい。その結果、聖書からルシファーの名前が消えてしまったよ。ふむ。まあ結局は、ヘブライ語ではヘレルさんだったのが、ギリシャ語に翻訳されるときヘオスポロスさんになって、ラテン語に翻訳されるときルキフェルさんになったってことね。で、今では元のローマ神話のルキフェルさんよりはるかに有名人と。うむうむ。で、もともとは天使だったわけだけど、なぜ天から落ちてしまったの？落ちてしまったというか、神様に落とされてしまったんだけど、その原因は、イザヤ書14章の13節と14節の心の内に言ったことらしい。私は天に上りから糸高き者のようになろうまでかね。うむうむ。これの何が悪かったのかな？キリスト教徒じゃない私たちにはわかりにくいけど、糸高き者のようになろう。つまり、神様に並ぼうとしたのが、ダメだったみたいだよ。誰でも仏になれるぜって言ってる仏教とは全然違うのね。ルシファーは、7つの大罪のうち傲慢の罪に当たるそうだから。神様と並ぼうとするのは、キリスト教的にはすごい罪なんだよ。昼の間だけめちゃくちゃ強くなる人ね。それどこのエスカノールさん。それはさておき。ミルトンの失楽園では、天使の3分の1を指揮して、神様に戦いを挑むけど、当然ながら全く歯が立たずに地獄へ落とされるよ。で、悪魔と呼ばれるようになったってわけね。悪魔イコール打天使だよ。でもここまでの話だと、最強の悪魔っていうエピソードがないね。ゲームとかではよく最強扱いされるのに。まあ、相手が強すぎたんだよ。他の神話だと、強さに関するわかりやすい説明があることが多いけどね。例えば北欧神話のスルトさんは、神々と巨人との戦争で最後まで生き残って、世界全部を燃やしちゃうとか。ギリシャ神話のゼウスさんは、ケラウノスっていう武器で、宇宙全部破壊できるとか。
インド神話の芝様は、睨んだだけで魔人を焼き尽くすとか。ルシファーさんにはそういうわかりやすいエピソードはないの？蛇に化けて、イブさんをそそのかして、知恵の木の実を食べさせたよ。宇宙全部破壊するとかと比べて、地味じゃない？でもそれで、千億を超える人類が苦しむことになったんだから相当なもんだよ。でも地味じゃない？宇宙を一瞬で消し飛ばしたら、ほとんど苦しむ人はいないから。それに比べると、はるかに怖い攻撃だと思うよ。まあそう言われるとそうだけど。でもまあとりあえず。ミルトンの失楽園では、天使の3分の1を従えたことになってるし。神様に次ぐ力を持つミカエルさんと、互角の力を持ってるようだし。打天使ターとも、打天使たちの王だし。ということで、ゲームとかでは最強設定になることが多いのかな。むしろミカエルさんより強いって設定されることもあるね。そこは神様に従ったミカエルさんと、反落したルシファーさんの違いを出してるのかな。で、ここまで見た通り、キリスト教ではルシファーは悪い奴なんだけど、逆に、ルシファーさんいい人だよっていう考えも、当然ながら存在するよ。いやまあ人ではないけど。最近のゲームとかアニメとか漫画とかでは、そういう作品も多そうだね。それが実は最近だけじゃなくて、すでに1世紀頃から、そういう考えのもとはあったそうな。1世紀というと、日本は弥生時代だね。1世紀頃に、地中海世界で生まれた、グノーシスっていう思想なんだけど。どういう考え方なの？まず、神様がこの世界を作ったんなら、なぜこの世界は悲惨なことが多いんだと、おかしいじゃないかと。それでグノーシスでは、この世界は、偽の神が作った悪の世界だと考えるよ。じゃあ本物の神様はどこへ行ったんだろ？もっと高い次元で、原初世界を作ってるそうだよ。で、その思考の神様が、なぜか狂った神デミウルゴスを作って。デミウルゴスさん。オーバーロードか。しかしなぜわざわざ狂った神を作ったのかな。それはよくわからないけど、万能なので、あらゆるものを作ろうとして、その中に当然狂った神も入ってたのかな。その話からすると、グノーシスの思考神は、善悪関係なく何でも作りそうだね。うむうむ。それはさておき、デミウルゴスは、ヤルダバオトとも呼ばれるけど。またオーバーロードか。このヤルダバオトが、自分を唯一神だと信じ込んで、そして作った世界が、今私たちがいる世界だ。と、グノーシスでは考えるよ。その考えからすると、ルシファーは、偽の神ヤルダバオトを倒そうとしたヒーローということになるね。グノーシスがキリスト教と結びつくとそうなるね。それからそれから、最近のスピリチュアル思想の、ネタ元の一つである近代神気学。この神気学を広めたブラバツキーさんによると、とってもマハトマの人ね。って、随分違うな。ブラバツキーさんもまさか、100年以上未来に、つくみず少女にされるとは思わなかったでしょうね。それはさておき。ブラバツキーさんも、ルシファーを善なるものと考えてるよ。ほうほう。そもそも、天使でもないみたいだけど、天使と言えなくもない。何それ。ブラバツキーさんによると、ルシファーが天から落ちてきたというのは、神様に放り出されたんじゃなくて、神のロゴスの一部が、物質世界の人間に宿ったことの例えなんだそうな。ロゴスって？真理とか理性とかいう意味の言葉だよ。まあ簡単に言うと、神様のかけらがルシファーで、それが人間に宿ったってわけね。多分そんな感じ。だから人間は獣とは違うというわけ。そしてルシファーはその名前の意味の通り、光をもたらすもの。人のうちにあって、正しい方へ導いてくれる光というわけ。ルシファーが人間一人一人に宿ってるってのがすごいね。それも善なるものとしてだからね。まあそもそものキリスト教でも、アウグスティヌスっていう4、5世紀の神学者さんが、真の悪は存在しないって説いて、それ以来それがずっと正しい説とされてるようだし。それは、どういうこと？つまり全知全能の神様が、究極の悪を作るはずはなくて、人間の狭い視野では、悪と見えるものでも、結局は善のために役立ってるんだよ。という考え。そうでなければルシファーといえど、神様に存在を許されるはずがない、というわけ。人間の制限された能力では悪にしか見えなくても、全知全能の神の視点からすると、善の役に立つというわけね。うむうむ。最近のスピ系の理論でも、これに似たことを言う人が結構いて、ルシファーは悪ではなく、あくまで悪役に過ぎないと。悪魔だけにあくまで悪役。さすがマリッペ、親父ギャグさえてる。親父ギャグちゃうわ。まあとにかく、悪い役を演じてるに過ぎないというわけ。何のためにそんな役を？だって全員が神様チームだったら、神様の素晴らしさがよくわからないじゃない。まあ世界が光ばっかりだったら光がどんなものかわからないだろうね。闇と対比すればよくわかるってわけだね。
闇と対比させることで、光の素晴らしさを伝えるという意味では、ルシファーイコール光をもたらすもの、っていうのは、意味的にぴったりだね。ふんむ。このルシファーを仏教的に考えることもできるよ。キリスト教の悪魔が仏教に？うむうむ。キリスト教的な解釈では、知恵の木の実を食べる前、アダムとイブは 100% 神様を信じきって、神様の言う通りにして、絶対安心の境地で生きていたんだけど、ルシファーにそそのかされて、神の言葉に逆らって、知恵の木の実を食べてしまったのね。それが罪というわけだけど。仏教でも知恵の木の実を食べることは罪なのかね。仏教的に言うと、人間が知恵をつけて、いろいろ考えることで、苦しみが生まれる、ということになるよ。どういうこと？過去のことを考えて後悔して苦しみ、未来について考えて不安になって苦しみ。どうすれば正しいのか考えて苦しみ、ネガティブな思考を増殖させて苦しみ。さらにその思考を、他人と戦わせて苦しみを増幅させ。思考がいろいろな苦しみの元になってるってことね。お釈迦様によると、人間の思考なんてほとんど妄想だから。仏教には幕妄想っていう言葉もあるんだね。だから妄想ではなく瞑想して思考を消しなさいってわけね。うむうむ。そうすることで幸せになれるっていうわけだけど。知恵の木の実を食べる前の状態に戻れってわけね。キリスト教の場合、知恵の木の実を食べた罪によって、苦しみという罰を与えられるけど、仏教でも制限された知恵に基づいて思考することで、人間は苦しむって考えるわけだね。じゃあルシファーのささやきに耳を貸さず、知恵の木の実を食べなければよかったんじゃない？ってことになりそうだけど、それだと人間としての知恵と、それに基づく苦しみを経験してないから、苦しみのない状態の、ありがたみがわからないかもしれない。そこでさっきの、ルシファーはあくまで悪役、という話につながるのね。闇との対比で、光がどんなものかわかるって話。うむうむ。知恵の木の実を食べなければ、確かに完全に幸せだったんだけど、その幸せを認識できなかったかもしれない。そこでルシファーさんが悪役を買って出て、って、あくまで最近のスピ系での解釈だけどね。まあ神様なら、どうあがいても知恵の木の実を食べられないようにすることはできたはずだけど、それを食べられる状態にしておいたんだから、イブさんがルシファーにそそのかされて、知恵の木の実を食べちゃったとしても、全部神様の手のひらの上、ってことね。神様からするとすべて、計画通り、っていうことになる。いやそこでその画像はどうなの？まあ一旦神様から離れた生活をしてもらえば、神様と共にあることのありがたみがよくわかるでしょ、という感じかな。で、仏教的に考えても、猫には思考もないから、今ここに集中して生きている、だから悟りを開いてるって言われるけど、でも、猫はそれを認識できていないと。人間の知恵を持って、いろいろ思考して苦しんだ後だからこそ、悟りのありがたみもわかる、っていう話になるのかな。ふんむ。っていうかね。何？今回は、ルシファー最強がどうとかって、話だったと思うんだけど、なんで悟りがどうとかって話になってんの？ま、因縁正気ってやつだね。わけがわからないよ。ということで、今回はこの辺で。要するに、話が暴走してしまったのね。ま、そういうこともあるさ。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。